三重県の今年度の月のワグマの出没件数は今月7日時点で43件となっていて過去最多だった昨年度の出没件数40件をすでに超えています今年三重県では月のワグマによる人身事故は起きていませんが県内のどの地域でクマが出没したかを確認できるように先月7日から県のホームページで 出没情報マップの運用を開始しましまた三重県の一見知事はきょう開いた定例会見で注意喚起をより強化するため出没情報に基づいて県民に注意を呼びかけるクマアラートを今月中に導入する考えを示しました。どこで熊が 見かけられているのかっていうのを十分に事前情報をまず入手をしていただいて、自分が行こうとしている場所でクマ、まあ、がいそうなのかどうかというのを予測をしていただきたい。レジャー目的もこれから夏になりますので、増えてくると思いますけれども、十分注意をしていただいて、対応していただければというふうに思っています三重県では、今月中に学識経験者や 自然観察指導員など有識者の意見を交えて内容を検討しクマアラートの運用を開始することにしています。